こんばんは。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 みまる、こんばんは。ウッドさんチョコありがとう。ヒロピーさんチョコありがとう。ふみさんクッキーありがとう。アザースさんクッキーありがとう。スコットさんクッキーありがとう。ヒョウさんクッキーありがとう。オムレンジャーさんダルマありがとう。お兄ちゃん、クッキーありがとう。ルシさん、猫ちゃん、ありがとう。グノスケさん、チョコレートありがとう。タカチさん、クッキーありがとう。マペノノッピーさん、ハートのクッキーありがとう。イベントのね、一つ目のやつの達成を目指してるので、ありがとうございます。14日までかな。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はそう、さっき髪切った後見えたけど髪は切ってないよ、多分。多分っていうか切ってないよ。あの前髪はねちょくちょく切ってるから、前髪のことだったら切ってるが正解かもしれない。そう、バレンタインデーの、うん、バレンタインデーのイベントの1個目の達成を目指してます。桃が好き。ラジオの収録した、そうなんよ、ラジオの収録して、そうだ。でも朝はレッスンだったんよ、朝。夜はラジオ収録に行ってきたので、今はもうお眠ですね。こんばんは。喉が枯れ、喉はね枯れてないんですよ。多分なんか体力的に疲れちゃったから声が下、なんか喉がそうちょっと枯れてるのかな、わかんないけど、そう。1131日連続配信など5回配信ありがとう。できるだけ毎日配信続ける予定なんですけど、もしかしたら引っ越しの準備で本当にそれが終わらなくて、もしかしたらどこか途中からできなくなっちゃうかもしれないけど、でもできる範囲はするね。そう、引っ越す、うん、引っ越すので、もう物がすごい多くて片
片付ける時間がなくて、多分今から練習とかで忙しくなるので、もしかしたら毎日はできなくなっちゃうかもしれないんですけど、そう、うん、だからそう掃除してる。そう、こんばんは。自分もね、この毎日配信の記録が途切れるのがなんか自分の中でも結構嫌で嫌なんだけど、結構全く終わってないっていうのも見え、そう、ここまで続く、そうなんよ。継続チケットはあと2枚くらいかな。頑張ってきた、うん、頑張ってきた証だから。そう、何年もいたから荷物も、そう、やっぱりアイドルをしてたからコスプレの衣装とかお話し会用に買ったお洋服とかもあったり、その何かの企画で使うものが多くて、結構物はたまったかもしれない。お話し会用に買ったお洋服は、いや、まだ全然。あ、そうそう、コスプレ衣装をあれようかなって思ってて、なんか多分お洋服は自分はある、お洋服もあるけどすごいあるかって言われたらそんなにないのよ。ただあんまりあれれるお洋服がないなって思ったから、そう、お洋服はちょっとあんまりないんだけど、コスプレ衣装はちょっとあれよ。私たちいる本当に、そう。でも研究生時代に自分で買った結構ブリブリなお洋服は、そう、もう年齢的に着れないかなと思う。リアチェちゃん身長がね、そう、私身長が小さいので、ちっちゃめの身長の子にしか多分あげれないんだよね、多分サイズ的に。そう、そうですね、コスプレはそうね、あずみんとか欲しいって言ってくれたらあげれるかな。身長的にもう全然、そう、サイズがあるので。あと私結構自分のサイズ用に、そう、ちょっとお母さんが縫ってくれてるやつもあるので、そう、なんかこの体に合うようにそう、身長がちっちゃいから深いやつも多くて、だからちょうどあずみんとか一緒くらいの身長の子だったらいいかなと思って。フィッティングフィッティングだし、そう、でも言うてあげられるようなコスプレも探してみたけど何着もあるわけではなかったので、すんごい何着もってことはなかないね、全然。そんな、そんなに自分でお洋服買ってるわけじゃないから、本当にみんなからいただいたお洋服とかでこれからも生きてると思います。
断捨離する時間は全然なかったので全然まだしてないです。 2.5 期ちゃんはみんなと話す、全然みんなと、こんばんは。みちさんの出場コンサート出れると思うよ出れると思うよ、出れるよみんな出れるって言ったか言ってたから私も出れるよ。よかった、うん、よかった、出たかったから嬉しい、本当にみんなと踊れるのが嬉しいしね、みちさんの卒業の日に入れることが嬉しいです。あーね、卒業公演はそうね、3月の初めって出てたよね。お引越しだから配信途切れる時に、あ、そう、途切れる、まだかもしれないけど途切れるかもしれないっていう、そう、お引越し準備がね全く終わってないっていうお話してた。ももちゃんのお部屋は広島来てからずっと一緒。いや、もものお部屋最初こっちの奥の部屋だったんだけど、途中で変わってあっちになった、あっちの別の部屋になって、そう一回変わったかな。卒業公演花で、ああそうだね、もうまだ人はね発表されてないもんね、いるかな卒業公演。引っ越しは2回目かな。もともとずっと高知にいたからね、転勤族とかでもなかったから、そうずっと一緒に高知にいた全部自分で全部やったけどなかなか大変です私ね本当に STU に入ってからキャラクターがいっぱい好きすぎて、もう今お家にキャラクターのくじのやつとか、もうぬいぐるみとか大量発生しててめっちゃなんかさ一番くじとかやってしまってさ、そう財布もねこれで、この子財布めっちゃいい、よく履く靴のメーカー、何履いてるんだろう私、靴なんか靴何履いてるんだろう、アパレル系の靴、うんとか、うーん、なんだろう、私あんまり靴をね全然詳しくないんだよね、そうもう普通にナイキとかの靴でもいつも靴買いなさいって言われるけど靴をね買わないんですよあんまり、
まあね、そろそろねスニーカーを買わなきゃとは思ってるんですけど、1個のスニーカー永遠に履くから汚れるんよねすぐに。だから本当にあのみんな多分何足か買っててそれを使い回しするみたいな感じなんだけど、私は1足買ったら1足を永遠に履き続ける人なんよ。そうでも普通になんかナイキとかさ、そういうさ普通に靴屋さんとかに売ってるさ可愛いやつ買ってると思う、シンプルめの。今からプレゼントしたら大変なことになっちゃう。全然嬉しいよ、みんなからもらったの嬉しいよ。何センチなの？ 23？ 履き心地と近いとか、そう気に入ったらそう履き続けちゃうから汚れるすぐ。気に入ったら同じのの色違い、どうなんだ、ね、であと私白の靴買いがちなんですよ、だから余計に汚れるのね。だからね本当はね別の色とかの方が、薄ピンクとかの方がいい、見つけたいな、なんか真っ白い靴好きなんよ。だからすごい真っ白の靴見るとそれがいいってなっちゃうから、そう。ヒール履いてるの？最近めっちゃブーツかもしれないね。ブーツ、黒の短いブーツと白のブーツとロングの黒のブーツとかあるんですけど、ブーツばっかりかも。ヒールは履いてない。まだヒールを履きこなせれるような女性じゃないのかもしれない。あ、今日ね、うどん買いに行ったんですよ、夜。あの、ラジオが終わった後に、ラジオの収録が終わった後に、うどんを、あの、お持ち帰りをね、買いに行こうと思って。で、8時半がラストオーダーだったんよ。で、私が、その、うどん、がついてる、うどんついてるそのお店に行った時に27分だったかな、8時あとダッシュしたら間に合うみたいな、ラストオーダーまでと思ってめちゃめちゃダッシュして、もうダダダダダって行って、でもブーツでね走ってたからめっちゃなんかそうグリーンって足が、片足がグリーンってなって、すんごいなんか痛かったの。もうなんかブーツとかってさ結構こうクニってなるじゃん、ひねった、でもうんひねったかと思ったけど捻挫はそうひねって、でも捻挫とかにはなってなかったけど、あざぐらいにはなってるかもしれない、ちょっと痛かったから結構。え、間に合った、なんかすごいすごい心配し、もう本当にああもう開いてないですかねみたいな感じで言ったんですよ。開いてますよって言って桃花が頼ん でももうお会計してる頃にはもうお店が暗くなってきてたから、ちょっとだけね、完全な暗いじゃなくてなんかちょっとだけもう終わりましたみたいな感じの雰囲気が出てたから、本当に駆け込みでした。そう。でも今はもう痛くないけど、足結構ねゴーンっていったんよ。体重めっちゃかけちゃって、それですごい痛くて、自分でも痛いって思いながら走ったもん、また。そう。そうなんですよ。でもそう、これで間に合わなかったら私の足のひねった
意味がなくなってしまうから、間に合ったことによって、まあ、足は痛いけど間に合ったからいっかって思えたからよかった。うん、うどんが食べたかった、美味しかった。そう、代償がね、そう、なんもないのに代償があったらちょっと嫌じゃん。でも変えたから、まあ、ちょっと代償があってもまあまあまあって、結構痛かったし、人前でやってしまったんよね。なんか人が結構通ってる時にクッてなって、ちょっと恥ずかしかった。気まずい空間が1秒くらい流れてしまった。それまで会える機会が減るとか悲しいの、気をつけて。分かった、気をつけるね。みんなは分かんない。でもすぐもう刺さって立ち去ったからあれだけど、でも私足をねまだ捻挫したことがないんでね、もうまだその1週間治らないみたいなことがなったことがないのよ。見慣れた人はうどんのために走ってたとは思ってないだろう。そう、何言うの、かけうどんだよ。そう、大きな怪我ないかな。いやどうだろう、骨折親指下以外に何かあるかな私今までで。アキレス腱切ったこともないし、肉離れとかもなくて、意外とね、今のところなってないのかもしれない。そう、捻挫ならないよね。ないかもしれないです、大怪我。そう、車とぶつかっちゃった時も、怪我はしちゃったんだけど、そう、何もなかった、何もなかったっていうか、頭の検査とかしたんですよ。なんか機械通してやるやつ、頭ちょっと打ったから。でも何もなくて、そう、でも結構足とかの傷は深かったけど何もなかった。痛かったけどね。だから、うん、日追いかけた時だから、そう、今んとこそんな大きな怪我はない。だからあれはおじいちゃんとかが守ってくれたんだって思ってるから、守ってるからもう絶対に安全に歩こうって思った。肉離れよくするけど、めっちゃ痛いって聞くよね。そう、そうなんや。自分はもともと腰が痛いから、小学校の頃からだから、なんかお姉ちゃんが一回腰なんだっけ、なんかなったんよこの間、だいぶ前か。だから私もこのままだと多分腰がまた何かなる可能性があって、ヘルニアじゃなかったと思うんだけど、なんだっけ、なんかでもなってたんだよね。すごい痛そうだったから、多分私も分かんない、ヘルニアだったのかな。私も多分良くないから、腰がちゃんと直さなきゃいけないなって思って、そう、反り腰、めっちゃ反り腰なんよ。だからそれを
整体に行って直さなきゃいけない。そうだからね、一番気をつけないかんないのは腰だと思う。小学校の頃からずっと痛いって言ってるから。そうゆっくり腰に気をつけてね。それ治るの。でもこう整体に行って反り腰とかを治したらだいぶ負担は減るんだと思うよ。そうぎっくり腰とかね。そうね、今はまだなんないかもしれないけどもうちょっとしたらなっちゃうかもしれないから、そう直さなきゃいけない。そうのダンスはねちょっと腰にきやすいもんね。そう結構私前だ習ってたダンス教室で腰痛めてる子よいて、そうダンスしてると、ね、腰が結構きちゃうからね。ぎっくり腰いきなり来るのか、痛いね。歪みとか直してね、歪みとか直して綺麗にしたらちょっとマシになるかもしれない。ロボットダンスしてて大丈夫だったよ。ロボットダンスして大丈夫だった。ぎっくり腰年齢どうなんだろう、年齢関係あるのかな。全然別に関係ないんかな、なるときはなるんかな。掃除機かけてたらぎっくり腰、それ痛いね掃除機。私最近なんかなんだっけ、その肩とか首とかもつるんよね最近。悲しい。ウィークが大丈夫だよ、あれ得意だよ僕。あ大学生になってか、若くても同じ気がする。ちょっと怖くなってきた年齢関係ないから怖いね。それは疲れが溜まってるんだよ。いやわかんないけどね、めっちゃね肩がねするんですよ最近。そう水分不足それかもしれないとかなんか無理やりこう動かない方向にこうやってなんか無理やりさ、こうなんか体が硬いのに無理やり動かした時になんか背中とかもめっちゃつったりして、そう重たいもの重たいもの注意するね。ありがとう。あストレッチ大事だよね。ストレッチ大事だね。めっちゃなる？分かってくれる？嬉しい。無理な姿勢、そう無理な姿勢をしてなんか無理やり物を取ろうとした時とかなんか普段なかなかしないこう動作をした時に痛いってなる。ジャンプの着地でびっくり。ジャンプも？やばい。ペダルとかペダルコーイーのところとか結構ジャンプしてるから、漫画とかは小さなだもんね。でも私広島来てからあんまり漫画を買っちゃダメって言われてたから漫画そんなに買ってないよ。でも入間くんは買ってるんですけどそれ以外はそんな買ってないはず。もうあとはアプリで見てたから、携帯電子書、そう電子書籍で見てるかな。くしゃみでもなる、それはやばい。でも最新刊、そう最新刊この間買ったかも。
そう、場所取るから。そうなんよ、場所取るから。ちょっと買いすぎたらね。何の漫画、何の漫画、何の漫画見てるんだろう。なんか少女漫画が多いんだけど、参りました入間くんは少年漫画ですね。そう、私あのアニメにハマってる、マッシュルだっけ、マッシュ、マッシュ、あと一文字なんだっけ、あのアニメにハマってるんですよ今。最新話まで見てるんですけど、まだ途中だから。マッシュル、そうマッシュルにハマってて、そう、なんか私やっぱ結構魔法系の話とかが好きだからおすすめもう見てる人もいるかもしれないけど、深夜の独り言面白いよねやっぱり。マッシュル面白いよね。こんばんは。なんか昔は転生系のラノベ系のアニメとか、と少女漫画系のアニメばっか見てたんですけど、最近は少年漫画系とかを見るようになりました。お姉ちゃんも書いてたんですけど、ミリとダリとかもめっちゃ面白くて、そう、めっちゃ面白い。最近見てなかったジャンルにも挑戦っていうか見るようになりました。デビューしますデビューする、面白いよ転生系はね。ね、いっぱい見てる。悪役令嬢系が面白いよね。パリピ孔明だっけ、それ気になってる、それ気になってる。気になるもの増えた。そう、なんか目が丸い系の絵が好き、絵が好きというか、だから結構ねえ少女漫画系の絵っぽいやつは見てたんだけど、少年漫画系の絵も好きだなと思って、最近両方にいい良さがあるなって思って、いろんなジャンル見てみようって思ってる。みさまさんチョコありがとう。レッドさんクッキーありがとう。テッさんチョコありがとう。おぼろしさんありがとう。まつゆしさんハートありがとう。たかちゃんありがとう。ピノさん猫ちゃんありがとう。ヨニゲメタルさんクッキーありがとう。みなまるさんクッキーありがとう。さくらさんクッキーありがとう。マウスさん、マウスハンさんチョコありがとう。ゆうさんクッキーありがとう。きみだんごお兄さんありがとう。プさんクッキーありがとう。フッチーさんクッキーありがとう。モッチーさんクッキーありがとう。しどもこさんハートありがとう。ティッさんハートありがとう。エソリンプさんクッキーありがとう。はみだしっこさんチョコレートありがとう。ミミーさんクッキーありがとう。こんばんは。今日は今何時に始めたんだ私。11時までするね。こんばんは。あれもうよ、あれもう過ぎてたもう過ぎてましたねあれここから見たらまだ
あれまだここから見たらさ、今斜めからめっちゃ時計を見てるんですけど、なんかまだあれ11時前だと思って今見たら過ぎてましたからね。今時計見たんだけど、こっち側に時計があるからなんか地味にめっちゃ斜めで見えないんよ時計が。だからあまだ11時前なんかと思って、そうそう、あるあるももあるあるね。明日もね、ちょっと明日もっていうかダンスの、本当にね今日はねもう本当にダンスが難しくて本当にってなってたからね、ちょっと頑張ります。今日早く寝て明日頑張ってお仕事頑張ってきます。そうなんか復習、なんか寝る前に動画をちょっと見たら頭に残るかなと思って、動画とかちょっと見て早く寝て明日お仕事の前に練習したりしようかな。テスト勉強、記憶力はもう寝る前に見て寝たら結構変わるからね、結構よくやる。一日じゃあんまり頭に入らない子なのよ。あんまりねこうすぐできる子だったらいいんだけど、だから寝ると結構覚えれる人だからそう、ダンスのことを寝る前に考えると寝れなくなる。あ、確かになんか覚えられなかったらどうしようって思ってる時だったら確かに怖いけど、今はまだ時間はあるので、そう焦らずに一生懸命頑張りますと思って。ナップさんチョコありがとう、サムさんバラありがとう、アスクさんクッキーありがとう、タカキさんハートのクッキーありがとう、ピサマさんチョコレートありがとう。では読みますね。13位のまぼろしさんありがとう、12位のエトさんありがとう、11位の福ちゃんありがとう、ヤムネムもっちゃんかわいい今日も大好きありがとう、嬉しい10位のドラガンさんありがとう、ヤムネムもっちゃん、うん、うん、あでもか今、あごめん本当によく分かんなかった今、全然違う、あれいや合ってるか、全然違う、13位から読んでた今あれ13位の方から読んでなかったかもしれないちょっとごちゃ混ぜになってる今、ぽやってなってた絶対今、なんか本当に本当に今ぽやってなってた、ごめんごめんなさい、やめますね。自分もなんかはってなった時に、あなんか今なんて言ったっけ、今からちゃんとしますよ。13位のまぼろしさんありがとう、12位のエイトさんありがとう、11位のふくちゃん、ももこぐみさんありがとう、次のドラガンさんありがとう、ねむねむちゃかいちゃんも大好きありがとう、次のふみあとまくいつもいつものようにもちゃん大好きうふありがとう、8位のゆうさんありがとう、7位のゆたさんありがとう、6位のピノさんありがとう、5位のメガバイトちゃんありがとう、4位のとしさんありがとう、近い近いもうかとずーっとてんてんてんずーっとありがとう、3位のよしこっこくんさんありがとう、2位のえびさまさんありがとう、1位のたーちゃんありがとう、読めてない方いるよね変わっちゃって、6
井のピノさんありがとう、八の高木さんありがとう、今日のおもちゃんかわいさ最高です大好きありがとう、K のゆうさんありがとう、読めたかなみんなのことありがとうございました。スクショタイム、ありがとう、今日もありがとうございました、またねー、おやすみなさーい、またね、今日もありがとう今日もありがとうございました、おやすみー。